大国寂よりは、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。植杉氏の家臣。直江兼金継の弟にあたる。永六五年、樋口県豊の次男として誕生。植杉謙信史後のお立の乱では、植杉影勝方として戦う。戦後の天正十年、継承の命により、天神山、城主、小国重頼よりの養子となって、小国氏の家徳を相続した。 高野さんの越後国供養町によると、佐根よりは、天正13年8月18日に亡くなった義母の供養を依頼している。天正14年、柴田重家討伐戦に参加し、新潟城を焼き討ちする。豊臣秀吉の樹落大新地区の際には祝賀の使者を務めた。この時、樹語医した田島守に認じられるに記載されているのみであり、継承の成果性以前に、 その家臣が初代武政するのは原則的としてないことなど、諸説ありとともに、姓を大国と改めた。以後、頻繁に上落し、木戸元時とともに、レンガ会に多く参加した。天正19年には、レンガ師、里村城派の模様レンガ会に、たびたび参加し、サネよりは、米夫侍組由緒には、能書、レンガの紙手と評されている。文禄3年。 継承が上落して、呪落大を訪れた際には、立ち一振り、小袖銃、銀須五十枚を献上した。同年の文禄三年上納院数目録によると、村上上司として9041国を治療し、542人の軍役を課せられている。なお、佐根より自身は、この時期に、伏見の上杉屋敷に滞在し、村上上に、 カスガ元ただを上代として置いていた。多くにサネより関連系図慶長三年、上杉影勝の合図違法に付き従い、南山城代,代として二万千国を与えられた。また同年に、高野さんを参経し、成城新院に、逆手や、父、県ゆの供養を依頼している。そして、慶長五年に慶長が、徳川家康との戦に備えて、合図に、 口座市場を築城しようとしたとき、兄、金継と共に不審奉行を務めて、功を挙げている。同年の関ヶ原の戦い後、出羽国高畑城七千国の城代となったが、城には移らず上落して、伏見に滞留した。慶長九年、兄、金継と、本田正重との養子縁組に反対したばかりか、正重を迎えるために上落した死者を、伏見塾の旅宿におびき出し、 なぎなたを振るって殺害すると、そのまま出奔して、高野さんへ逃れた。以後、高野さんに陰遁していたが、金継の死後、密かに、米沢北高の中小松村に戻り、現那8年に死去。去年61。また一節には、慶長10年、實よりの家臣日浦与平が實よりの供養を依頼していることから、この頃に死去したとも言われる。實よりの死後、 大国家は一時断絶するが、米沢藩二代藩主、上杉貞勝の第二、弟、樋口周賢の子、三頼を養子に迎える形で再興された。なお、王子政司会長であった、大国正彦は大国家直系にあたる。娘の後らは、佐根より出奔後、兄、金継が預かり、慶長14年に金継の養女として、本田正重に嫁いだ。後に、 マサシゲが、上杉家を離れ前田家に帰参すると、夫のいる、加賀国へ行き、同地で没した。この時、本城長房ら多くの者が、アトラに従って、マサシゲに仕えた。アトラの子、マサジは母に先立って創生した。マサジの子、樋口智政は、老いの本田正長に仕え、その子の定生は、加賀藩ン回り役、青字家に、養子入りした。子孫には、 果敢小説の作者で、室久想の皇帝である受学者の青地霊美希が知られている。花ヶ崎森明編、上杉謙信大辞典55ページ、正重以前に金継ぐの用紙であった。ありがとうございます。